フェーブス創刊号芸術雑誌、フェーブス・フォーボス、エイン・ジャーナル・フィアダイ・クンストは、ハインリ・ヒホン・プライストとその友人アーダム・ミュラーによって創刊された文芸雑誌。1808年1月23日に創刊号が発売され、廃刊となる1808年12月までに12号9巻がドレスデンで発行された。使名フェーブスは、 アポローンの別名ともされる古代ギリシャの太陽神、ポイボスにちなんで名付けられた。相関号の表紙は、フェルディナント・ハルトマンによって描かれ、太陽神フェーブスと彼を乗せた馬車が、天馬に惹かれて、ドレスデン上空をかけているという図案である。クライストは、関東書言にこう書いている。嵐の中へ大、王汝寺、竹る馬を借りて、フェーブスよ。 無限の世界に陽光をもたらすものよ。また、この号は、オーストリア皇帝フランツ一世とベストファリア国王、ゼロームにも送られている。シラーの、法蓮をモデルとした、この雑誌発行の試みは、ゲーテやシラーのような有名作家からの投稿を当て込んだものだったが、これはうまくいかなかった。投稿もなく、 クライストとミューラーには厳密な計画もなく出版社へのコネも持っていなかったせいで、フェーブスの発行はわずか1年で終わってしまった。この二人の編集者は自腹でやらねばならなかったのである。フェーブスの正確な発行部数は知られていないが、クライスト伝の著者クラウス・ギュンツェルによると1号に月わずか150部が売れていたに過ぎなかったという。総刊号に掲載された、クライストのドラマ、 ペンテジュレアの断片は雑誌本体と同じくほとんど正当な評価を受けなかった。例えばカール・アウグスト・ベッティガーは1808年2月6日この作品についてこう述べている。多くの点で全くと言っていいほど無意味であるか歪曲され気をてらっていると思われ、クライストは相関号でゲーテに対してほとんど卑屈と言ってもいいくらいに心より 平身低頭してこの作品を捧げているにもかかわらず、ゲーテもまた同じような考えを持った。この雑誌の運命は実際は、第1号からすでに怪しいものだったのである。3月2日には、バイマールでゲーテ演出による喜劇、壊れ亀初演が失敗して、国評を受けたことで、クライストと不和になったためもあり、もはやゲーテからの投稿が望めないことは、決定的だった。 借金が増えるに従って二人の中は緊張したが、それでも、クライストとミュラーは続けた。早くも3月の末には、財政は苦しくなり、第3号の発行は滞った。4月半ばにようやく3月号が発行できるという、ありさまで、ミュラーは編集の仕事からは手を引いてしまうが、投稿だけはこの後も続けている。7月にはクライストが、 家族から200ターラーを借りようとしていたことも分かっており、8月には、あちこちの劇場に、ハイルブロンのケイトヒエンの原稿を提出して、上演を引き受けてくれるところを探しているのも、金作のためだと思われる。10月半ばには、バルター書店がフェーブスの出版を引き受け、第6号が発行された。この後の4巻は、比較的短い間隔で発行されている。しかし、ライストは、 経済的困窮に加えてこの頃からハンナポレオン色を強め、関心は主に政治に向けられるようになった。新たに民族主義的雑誌を発行することも考えていた。クライストは芸術雑誌への意欲を失い、フェーブスの発行は1809年2月21日に発行された第11、12号をもって最後となった。第1号、第2号、第3号、第4号。 5号第6号第7号、第8号第9号、10号第11号、12号、ブランデンブルク版、クライスト・アルヒーフ。ありがとうございます。